五感末期、世は乱れ、時代は混迷へと突き進んでいた。清涼の豪族董卓は宮中での宦官らの騒動に乗じ上洛。帝の身柄を確保すると自らは大尉の座に就いた。一方、これを妬み董卓を排除しようとする動きが起きる。曹操、袁紹らは反董卓を標榜し連合軍を結成。要衝古老館を破ると董卓のいる洛陽へと押し寄せた。寵愛する美女朝鮮さえいれば洛陽などに用はない。董卓はそう豪語すると都に火をつけ脱出を図る。しかし唐の朝鮮はいずこかへと姿を消していた。朝鮮だけは譲れない、朝鮮だけは何としても連れて行く。荒ぶる董卓は美女の姿を追い炎に包まれた洛陽へと飛び出す。奴らにくれてやる。わしは朝鮮と共に新天地に行くぞ。董卓様、大変です。朝鮮様が前線の緑様を追って古老館に。なに、すぐに朝鮮を連れ戻すのだ。消しんじまう。
線の者を捕まえて聞くしかないか。敵将をわしが討ち取った。Let's go.
しが討ち取った朝鮮、やはり呂布のもとにいたか。さあ、わしと一緒に帰るんじゃ。トータク様、法政様、トータク様が私を連れ戻しに。何だと。うわこの豚め、朝鮮に近づくな。バカだ、この俺が豚に敗れるなど。ああ、トータク様、話してくださいませ。やっと捕まえたわい。さあ、わしと共に新天地に行こうぞ。